カッシングはアメリカ海軍の駆逐艦、オブライエン級駆逐艦の一隻。艦名はウィリアム・ B ・カッシングにちなんで命名された。その名を持つ艦としては2世紀目。カッシングは1913年9月23日にマサチューセッツ州クインシーのフォアリバーゾー戦所で寄港する。1915年1月16日に ML カッシングによって浸水し、 1915年8月21日に艦長 T.A. キッティンガー少佐の指揮下収益する。収益後は1915年12月28日までニューヨーク州のローズバンク沖で中立パトロールを行う。1916年1月4日にカリブ海に向けて出港、艦隊演習を行いその後はメイン州ポートランド沖での戦術訓練。 ノーフォーク沖での砲術訓練に10時9月27日にニューポートの海軍水雷ステーションに到着し魚雷のテストを行う。その後はカリブ海に戻り1917年1月から3月まで艦隊演習に従事した。1917年5月15日にニューヨークを出港5月24日にアイルランドのクイーンズタウンに到着する。カッシングは アイルランド沖の紹介を行い、イギリスやフランスの港に向かう物資及び、兵員輸送船団の護衛を行った。敵の潜水艦の脅威に対して、カッシングは戦い、また、遊ボートによって沈められた船の救助も行った。6月4日、ボートで揺られる13名を救助した。彼らは、イタリア船、ルイザの生存者であった。カッシングは、パーキンスと合流し、 7月7日に沈められたイギリスの商船タルカーの生存者を救助した。翌日には敵潜水艦に追跡されたオニチャからの救難信号を受け、撃沈されたオブアシの生存者54名を救助した。7月16日には5発の砲撃を受けたタメルを護衛し、同日攻撃を受けたイタリアの商船ラミアを救助するため2隻の潜水艦に対して砲撃を行う。 カッシングは27名の生存者を救助した。9月12日には2日間漂流していた、イギリスの商船ビエナの生存者12名を救助する。11月26日、商船、クレネラが雷撃を受け、カッシングはクレネラが沈まないよう、ダメージコントロールを行い、クイーンズタウンへと誘導した。カッシングは、翌日戦団に再合流した。カッシングは、 戦団護衛予備紹介任務を継続した。1918年4月23日に U-104 に対して15発の爆雷を投下、これを大きく損傷させた。その日のうちにジャスミンがこれを撃沈した。カッシングはフランスのブレストを拠点として1918年6月11日以降、11回の兵員輸送戦団を危険海域から、 フランスの港に護衛して二度の爆雷攻撃を行っている。12月3日、座礁して航行不能になったマレーを牽引した。カッシングは第一次世界大戦において顕著な戦果の一つを記録し、1918年12月21日にブレストを出港した。ニューヨークには1919 19年1月6日に到着し、 1919年7月1日から限定収益状態となる。1920年4月6日にフィラデルフィア海軍造船所に移動し、1920年8月7日に退役、ロンドン海軍軍縮条約に従って1936年6月30日に売却、廃棄された。ありがとうございます。